ただきまして、また、医師会含む皆さん、大変心配してくださいまして、それらを考えながら、なんとか準備をして、今日に至ったわけでございまして、今日若い、職員たちに言いますと、非常に喜んでおりまして、ある人はこれでようやく大学教室に行って、できるということを、出来上がるんだということ、そして、そのパイプがさらに深まるんだということで、喜んでおりました。私も実際ですね、いろんなことを言っても、先生、本当にできるんですかということが始まりましてですね、これ大丈夫だと言ったんですけど、今日これ得られるまでですね、ちょっと自信もないことがありましたんですけども、これからは本式に申し込みをしていきたいと思いますし、同時にですね、これでハード面の方を進んでいきますので、同時にソフト面の方もですね、人員のことを含め、いろんなソフト面のことを、同時に進めていきたいなと、そういうふうに思っております。そして、26年の3月ぐらいに、夏には開園しますけれども、その時にはスムーズにこの運営できるように、今から考えていきたいなというふうに思っております。以上です。マスコミの皆様にもいろいろ心配をかけましたけれども、これからいろいろと見守っていただきたいなと、そういうふうに思います。以上でございます。